はい、どうも、白滝です。今回の動画は、昨日14日火曜日に、プロスピ交流戦のエントリーが、受付開始になったということで、今回の動画では、プロスピ交流戦の攻略と解説、やるべきことに関して、話していこうかなと思います。よければ、最後まで動画を見ていただきまして、チャンネル登録と、高評価していただけると、かなり嬉しいです。ということで、お知らせの方を見ていきましょう。お知らせの方に来まして、昨日にね、エキサイティングプレイヤー第2弾が登場したので、それに関してね、話した動画は昨日投稿しました。見ていない方はね、この動画見終わった後、概要欄のリンクから飛んでもらえればなと思います。そして今回の動画ではこちらプロスピ交流戦の解説やっていこうかなと思います。で、中身の方を見ると、こちらで一番重要な情報が前回からの変更点。なんとですね、試合中に特殊能力が発動するように変更しました。1年前、2年前はね、この特殊能力発動していたんですけれども、最近その特殊能力がなくなって、また復活しました。で、この特殊能力が関わってくるということは、固め打ちというね、特殊能力がかなり強くなってきます。で、各選手の取得している特殊能力レベルに応じて、マッチングスピリッツも加算されるようになりました。とりあえずね、特殊能力に関しての変更がありました。で、このプロスピ交流戦、リーグとかね、いっぱいあるんですけれども、これに関してはイベント内で説明していこうかなと思います。で、結果の発表が、6月22日木曜の、17時、6月22日に終了して、開催が6月16日から開催します。ということで、イベント画面の方を見ていきましょう。マイページの上からね、エントリーをすることできます。エントリーできます。で、こちらにね、簡単に説明書かれていまして、全60試合のうち、ホームゲーム30試合を自操作します。で、リーグ内のライバル5名のプレイヤーの結果で、争っていく。強いオーダーでエントリーして、豪華報酬、ゲットしようと。で、この画面で一番重要な、まず報酬から見ていきましょう。プロスピ交流戦の報酬は累計プレイ数報酬、リーグ順位報酬、個人タイトル報酬の3つあります。で、累計プレイ数報酬で重要なアイテムエナジーが25エナジーありました。その他 A ランク、B ラン契約書、そして最後に S ラン契約書を、ね、獲得することができるので、必ず無課金、微課金勢は S ラン契約書を、獲得してください。そして、こちらリーグ順位報酬。リーグはね、いろんな種類があるんですけれども、大体、S か A かな。最近始めた方は、D とか E とかなんですけれども、長期プレイヤーは S か A のどちらかでね、リーグ参加すると思います。で、極みに関しては、上位200名ぐらいなので、20%、2% だったかな。ちょっと、説明はね、テロップで書かれてると思うんですけれども、あんまり入れない。で、交流戦リーグレベル S の1位が120エナジー、一番下が70エナジーになっています。1位になればこれだけの報酬を獲得することができるので、1位に、ね、なってもらえばなと思います。で、あとは個人タイトル報酬。これのね、取り方に関しては、後日じゃなくて、後でね、説明していこうかなと思います。首位打者とか最多本塁打。あとは、最多勝利とか最優秀中継ぎ。こういったタイトルがあるので、それの取り方に関しては、後で説明していこうかなと思います。報酬に関しての説明は以上になりまして、続いてエントリーしていきましょう。で、こちらでオーダーをね、変更することができるんですけれども、イベントオーダーはコピーされたデータであり、以下の特性を持ちます。これに関して簡単に説明すると、例えば岡本さんのレベル70を入れたとします。で、実際にプロスピ交流戦が始まって、その後育成で、レベル極みにしても、こちらの交流戦では70の岡本さんになっています。その育成途中の選手をね、入れてしまうと、その後、始まった後はね、育成のデータとしては反映されないので、必ずね、極みの選手、育成しきっている選手を、オーダーに入れていってください。プロスピ交流戦の、攻略やっていきたいんですけれども、まずはオーダー。オーダーに関しては、そうやね、打ちやすい選手と、あとは守備固めできるのであれば、守備もね、固めていってもらえばなと思います。自分であればこのイチロー選手、ライトのね、守備 S ということで、イチローさんは入れておこうかなと思います。他、あとスピリッツがね、高い選手を入れていってください。プロスピ交流戦ね、特殊能力発動するので、スピリッツさやね、特殊能力で、パワーをね、上げて、ミートも上げてくれるんですけれども、スピリッツも重要になってくるので、最新シリーズのね、選手を入れていってください。で、オーダーちょっとね、いじってきます。
オーダーの方ね、変更してきまして、まあ、セカンドに関してはね、まあ、スピリッツが高い、まあ、マッチングスピリッツも自分はね、ちょっとリーグレベル極みに入りたいので、まあ、守備関係なく、まあ、スピリッツが高い、まあ、牧選手を選びました。まあ、本当であれば、その山田さんね、セカンド A 選びたいんですけれども、まあ、リーグレベル、極みに行きたいということで、ここ牧さん。あと、ショート、坂本さんは3800でいないので、まあ、ここは固定と、まあ、こういったオーダーにしてきました。まあ、皆さんはですね、まあ、そのね、スピリッツが高い選手、まあ、そして守備もね、考えてもらって、まあ、オーダーね、組んでもらえればと思います。まあ、オーダーに関しては以上かな。投手のオーダーになりまして、まあ、こちらもスピリッツがね、高い選手を並べていってください。まあ、菅野さん4000、田中さん4000、まあ、上沢さん4000、柳さん4000、まあ、藤波さん4000と、まあ、投手に関しては、スピリッツ高い選手を、まあ、選んでもらえればなと思います。で、コンボに関しては、コンボは発動しません。これね、見てください。発動するコンボはないので、特殊能力は発動します。でもコンボは関係ないので、まあ、とりあえずスピリッツが高い選手、そして能力が高い選手を、まあ、投手はね、選んでもらえればなと思います。続いての話が、オーダーメニューについて話していきたいんですけれども、オーダーメニューをしてもらいます。まあ、いろんな種類があるんですけれども、変更する場所が、打順変更とチーム方針、この2つになります。まずは打順変更の方から、説明していきたいんですけれども、打者のタイトルを取りたければ、1人を自走させていってください。例えばですね、自分が一番打ちやすい選手、まあ、一番ね、打ちやすい選手を選んでいってください。まあ、自分であれば岡本選手と、で岡本選手の前に並べてほしい選手がいます。それが足の速い選手。足の速い選手1、2番に置いてもらいまして、まあ、そこで盗塁してもらいます。これで盗塁のね、タイトルを獲得することができるので、まあ、多分ね、1番で置いているのは一郎さんがね、一番多いと思います。まあ、一郎さん1番。で、次に足が速いのが桑原さんということで、いや、大島さんにしとくかな。大島さんの方がいいと思うので、大島さんにしておきます。で、次に3番に自走させたい選手、まあ、2番に、ね、自走させたい選手もいいんですけれども、まあ、自分は3番に、自走させたい選手、そして1、2番に、まあ、足が速くて盗塁できる選手、まあ、こういった打順で、並べていってください。で4番、5番、6番、7番に関しては、まあ、適当に、まあ、クリーンナップ並べてもらいまして、まあ、あと1番かな。1番はそのミートが高い選手、まあ、その下位打線で打ってもらって、3番で返すことができるので、まあ、とりあえずミートが高い選手としては、坂本さんと、桑原さんかな。まあ、ここ自分は、ミートが高くて、まあ、足も、速い。まあ、こういったね、選手を、下位打線に置いておこうかなと思います。まあ、とりあえず1、2番は、まあ、足の速い選手で固めて、まあ、盗塁のタイトルをね、獲得してください。続いてが、チーム方針の方を説明していきたいんですけれども、このプロスピ交流戦ではスタメンの選手、まあ、ベンチの選手と、守備固め、ダイソー要員、まあ、スタメンの選手で活躍してほしいので、盗塁以外は全部、消極的にしてください、まあ、守備固めしてしまうとスタメンの、ね、出場機会が減ってしまう。で系統も、消極的で、まあ、後で説明していくんですけれども、まあ、中継ぎの投手に長めに投げてもらいたいので、まあ、消極的と。で盗塁に関しては、まあ、積極的でいいと思います、まあ、ここは自由で、まあ、普通か積極的 でエンドランも、消極的、送りバントも消極的、スクイズも消極的、まあ、盗塁以外は全て、ね、消極的で固めていってください。打者のタイトルの獲得の仕方についての説明は以上になりまして、まあ、チーム方針も説明した。まあ、バッターね、一人を自走させていく。で、足の速い選手を1、2番にして、まあ、盗塁をね、狙っていく。打者のタイトルに関して説明したんですけれども、投手のタイトルの取り方について話していこうかなと思います。投手のタイトルの獲得の仕方について説明していきたいんですけれども、最多勝、あとはね、最優秀防御率も、まあこれは中継ぎの投手、まあ先発陣でもね、一応取ることができるんですけれども、まあやってほしいこととしては、中継ぎ位置に、まあスタミナが高い中継ぎの投手を入れてください。まあ自分であれば最近ね、獲得した西口選手、まあ一応ね、スピリッツ高い方が、まあその強いんですけれども、まあそのスタミナが高い、投手を、まあ、中継ぎに入れていってください。でこの西口選手をどうやって使うのか、5回の表、5回の裏で西口選手に交代します。で5回勝ってる場合、まあ、勝利のね、権利が西口さんに移って、そして中継ぎとして起用しているので、まあ、中継ぎのタイトルも取ることができて、最多勝利、勝利数をですね、西口選手に集中させることができます。
まあ、先発であれば5名なんですけれども、まあ、それぞれね勝利の、その数が、まあ、なってくると、その勝利の数をこの西口さんに集めることによって、だから全員の5勝ずつ集めたとすれば20勝、中継ぎの選手で最多勝利数を通ることができるので、まあ、5回の表5回の裏、まあ、後でねそれ実際にやっていくんですけれども、まあ、5回の表でスタミナが高い中継ぎの選手に交代していってください。まあ、それでね、タイトルを取ることができるので、実際にはねそれやっていこうかなと思います。あともう一つ投手のタイトルとしてはセーブ王があるんですけれども、9回3失点以内で、まあ、抑えればセーブがつきます。まあ、これはね大体の方が分かってもらえてると思うんですけれども、あともう一つ7回から3イニング投げればセーブがつきます。これをね利用したセーブ王のね獲得の取り仕方があるんですけれども、まあ、5回に西口さんに変更します。まあ、そこで最優秀中継ぎ、まあ、あとは最多勝利、まあ、勝利を集める、まあ、その後、7回で、まあ、西武の、ね、抑え、森選手に変えることで、まあ、西武の、ね、タイトルも獲得することができるんですけれども、いやこれはね個人的にあんまりおすすめしないかな。打者に自走差4回使って、まあ、5回の中継ぎ投手に変えるので1回、まあ、合計で5回、まあ、この組み合わせがいいと思うので、まあ、余裕がある方は、打者3回で中継ぎに1回、抑えに1回、まあ、こういった組み合わせもあるので、まあ、個人的におすすめなのが打者4回の中継ぎ1回、まあ、このね自走差の配分になっています。プロスピ交流戦の各タイトルの、まあ、獲得の仕方については、まあ、説明は以上になります。ということで実際、中継ぎの選手の変え方かな、まあ、どこで変えるべきなのか、まあ、これに関して、ね、実践でやっていこうかなと思います。こちらの画面に戻りまして、練習試合、そしてね、自分で出番を決定、お任せ出番を決定があるんですけれども、プロスピ交流戦タイトルを獲得したければ、これね、必ず自分で出番を決定を押してください。で、この画面になったら、まずね、一進行、一打席ずつ必ず進行していってください。で、ピンチの場合なんですけれども、これは、さやね、自走、打者に4回と中継ぎに1回使いたいので、ここはもうスキップします。まあ、これ取られたら仕方ない。イチローさん、大島さん、イチローさんホームラン。で、自走差をしたい人に、もう集中して自走差ね、この出番を使ってください。まあ、自分は岡本さんがね、自走差の対象になっているので、岡本さんでもうガンガンホームラン、そして、打点、もう全部稼いでタイトルをね、稼いでいきます。岡本さん。よーし、OK。これでホームラン、打点、あとは打率も稼いでいきます。ここからはまあ全部進行していって、まあ勝利投手のね権限はまあ必ずね点差5回までにまあ勝っておかないといけないんで、まあ、そこはね、ちょっと調整してもらえばなと。イチローさん抑えてよ、ここ抑えて菅野さん。よし、で岡本さん来たということで2回目いきましょう。もうちょっと点差離しておきたいな。ホームラン岡本選手。いや岡本さんえぐい岡本さんね、これ、ベストナインタイトルホルダー、パワーヒバージョンなんですけれども、ちょっとアーティストバージョンを獲得したので、継承します。いや、このパワーヒでもね、こんだけ打つんでね、岡本さん、えぐいね。で、ここはチャンスなんですけれども、ここは使わず。菅野さん、抑えてよ。で、次4回、4回はまだいいんか。で、イチローさんと、大島さん、岡本さん、まあ、ここちょっとスキップします。あ、そうや、盗塁か。これ忘れてました。その盗塁ね、これしてください。1、2番で盗塁を狙うんで。大島さん。え？アウト今の。リプレイでしょ。これは残念でしたね。で、ここで変えてください、まあ。とりあえず、菅野選手、まだね、5回のところで変えてほしいんですけれども、ワンアウトなんで、まあ、ここはここで変えてください。ここで。5回の時に、勝利権限を持って、中継ぎの、スタミナが高い、まあ、自分の場合であれば、西口選手、ここで書いてください。で、抑えます。特殊能力発動するんでね、特殊能力は絶対上げておいてください。これ、フォークボール、スライダー。こうフォークで多分空振りしてくれるはず。よーし、OK。で、系統ね、消極的にしているんで、まあ、このまま西口選手が9回まで投げてくれれば、その最優秀防御率とかも獲得できますし、まあ、スタミナが高い選手はそういった利点があります。であとはもう進行していって、まあ、出番がね、1回残ってるんで、まあ、岡本さんに使えます。いやここ、まあ、岡本さんね、まあ、これは、まあ、全部あとはスキップしようかな。うん、スキップ、どこや。まあ、あとは、運命に任せる。まあ、本当はね、やってほしいんですけれども。
あ、高根さんに変わってる。リバイス選手、森選手、あった一応。一応勝ったけど、ちょっと勝利の投手かな、あれが。まあ、西口さん亡くなったんで、まあ、プロスピ交流戦で、ね、こういった運ゲーになってるんでね、運ゲー。結構難しいんですよ。最初勝ってたと思いきや、後から1点1点1点っていう。まあ、ここはね、本当にもう運なんで、最後の最後は自動はね。まあ、ある程度自走車で、まあ、ホームラン打って、まあ、そのタイトルをね、打者のタイトル、投手のタイトル、まあ、やり方としてはこういった感じになっています。はい、ということで、明日からね、プロスピ交流戦が、開始されるということで、まあ、交流戦のね、攻略と解説、まあ、タイトルの取り方について説明していきました。まあ、最後まで動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。まあ、この動画が良ければぜひとも高評価、チャンネル登録、まあ、そして今後もね、プロスピースの動画投稿していくと思うので、まあ、通知の方を入れていただきたいなと思います。ということで、ありがとうございました。